じゃあこんばんは、そらです。こんばんは。今日はしおんです。しおんくんにあのほらは一緒に付き合ってってあのツイッターで公開デートお誘いをしたらいいよっていいよってイケメンだから言ってくれて来てますいいよって、うん、ここ苦手だけどそらさんのためならね。あかっこいい、ありがとう、ありがとう、思ってそう、今日はね、これワールド名なんでしたっけね、雨音と足音、レイニーナイトっていう、あの宮野原さんのね素敵ワールドに来てます。なんと、うんうんうん、押し入れスタートですね。押し入れスタートでしたね、うんうんうん、ね、ここからね朝を迎えるために頑張るというね、そういうワールドなんですけどね。そうらしい、うん、そうらしい。我々は朝を迎えることが、2人でね朝を迎えることができるかね。できるかな。そういうんじゃない。そういうんじゃない。そういうんじゃないんだけど、ね。そういうんじゃないけど、うんうんうん。でも朝はね迎えたいよね。いつまでも夜じゃ困るからね。迎えたいね。うんうんうん、困るね。頑張ろう。うん、明るい、うん。頑張ります。うん、頑張ります。じゃあ次やっていきたいと思います。はーい。わーわー、あの足音もう聞こえるじゃん。嘘でしょ？本当？ね、ちょっと待って、足音聞こえて、明るさ全然違うね。うん、あ、聞こえるじゃん。もうやだ。無理。ガラガラガラって入ってきた音がした。嘘、それ私たちの音じゃなくて。やばくない？てかさ、このずっと、うんうんうん、聞いてたらいいのかな。え、でもさ、え、でもさ、押し入れの中にずっと入ってるなんて変じゃない？うん、変だよね、なんか変だよ。そうだよね、なんか、ね、何かギミックがあって、ね、朝を迎えるワールドって、うん、そう言ってたよね。うん、マジしおんくん、怖いね。あの怖いよ。あのこの間だってなんか、うん、あの宮野原さんがツイッターでなんか、うん、暗いワールドはなんか、うん、天井とか畳とか見てほしいみたいなこと書いてたから、うん、もういやもう、ね、いやーってなって。でもちょっと行ってみる。あ、やば。明日しおとが遠ざかってる時に行けばいいのかな。そういうこと。私もう足音1ミリも聞いてないよ。マイクじゃない、あのスピーカー外してるからね、耳から。怖いから嘘でしょ。何の意味もないね。ちょっと待って。あ、そしたらちょっとだけ音量上げるね。今ワールド音量 20% だから 22% にしとくわ。でも何も出ないならなんとかなるかもしれないよ。なるちょっとだけ本当。こうちょっとこのカメラでちょっと外を見てみようか。なるほどね。どういう状態か。めっちゃ歩いてない？めっちゃ歩いてない？なんか音量ちょっと上げただけでなんかめっちゃ歩いてるんだけど。めっちゃ歩いてるから。嘘でしょ？めっちゃ歩いてるからすぐに見つかっちゃいそうだよね、この歩いてる人にね。見つかったらなんかがあるんだ。いや、なんかめっちゃ歩いてる。嘘でしょ？もうわー見つかったらなんか見つかったらなんかあるの？見つかったらなんか飛ばされるって怖いよ。飛ばされる、うん、とりあえずあの飛ばされる、なんかどっかに閉じ込められるっていうか多分。ってなるとさ、もうずっといた方よくないみたいになるよね。ずっといたなるかもしれないね。だってさ、やだやだやだ、怖い、もうちょっと音量もいかさげる。20%入ってきた音が。嘘でしょ、どこにいるの。家の間取りが全く分かんないから。分かんない。もし一人が飛ばされてもやだやだやだ、どこに迎えに行けばいいか分かんない。やだ一緒に行こう、それは一緒に行こう。やだ無理でも二人で飛ばされるならいいけどね。次は本当飛ばされる時は一緒だよ。分かった。え、これ一回外に出る、うん、外に出てみたら、ね、あそこまっすぐ行ったら出せそうじゃん。ねえ、ちょっとチャレンジしてみる。ねえ、チャレンジしてみよう。コライダーなさそう。えい、待って、しおんが怖いよ。嘘、しおんが真っ暗なんだけど、なんなのそのシェーダー、超怖いんだけど。シェーダー真っ暗なんだけど、ちょっとどういうこと。もう本
本当見える。ほら全然真っ暗だ。本当だ、黒だね。ね、私は黒に見える。こういう目見えない。ちゃんと綺麗に映ってるよ。本当？よかった。じゃあ、なんか足音が近いよ。そう。これどっちどっち？でもさ、外にいるから。そうだよね。外にいるから、ね、大丈夫な気はするけどね。そうだよね。いや、怖い。あそこにさ、矢倉がある。矢倉が。めっちゃ冷静じゃん。なんでしょんぐん、そんな冷静なの。すごいじゃん、もう本当に。これ矢倉がなんか関係あるかもしれないね。ほら。本当だ。なんか絶対でもなんかいそうだよ、これ。これね、ほら見て。判定とか何もない。何も判定がない。判定が何もない。何の判定もない。いや、本当だ。何もない。いや、マジで何もない。いや、なんでだろう。何をしたらいいんだろう、これ。いや、わからないね。本当にわからない。あ、そして、ね、知らない間に取りくぐってるじゃん。怖い。ねえ。何も足音が聞こえないね。そうだね。でもあのなんかチラチラ映るシオンくんが怖いんよ、真っ暗だよ。なんか犯人みたいだね。こっち足音も聞こえないし、やっぱ中で何かしなきゃいけないのかな。いけないのかな。ねえ、なんかカリングなのか、なんかさ、こう、ね、怖いよね。見てる景色がさ、なんかさ、変わるじゃん。ちょっと怖くない？ふわってね、急にね。ふわってくるとさ、あ、ねえ、足音、あ、嘘、真っ暗。あ、真っ暗。え、真っ暗。ね、声聞こえた。声聞こえたね。あ、明るくなった。あ、明るくなった。嘘、これ捕まっちゃったの？やだ。捕まったね。外でも捕まるんだ。え、でもシオンくんが一緒でよかった。こんなとこ一人でさ、そうだね、もうさ、泣いちゃうよ、ほんと。一緒に捕まった。なんならもう、私シオンくんしか見てないから怖いから。もうほんと、なんか周りの風景絶対見れない。もう怖いもん、なんかもう。なんか、いやいや、無理。もうほんと無理。これは外だね。これは出れ、なんか、待って。判定あるの？出れそう。あ、ほんとだ、ほんとだ。持てた。あ、すごい。そしてシオンくんが綺麗に映っている。よかった。映るようになったね。うん、これなら急に安心した。うん、急に安心。ちょっとあのスピーカー戻そう一応。足音怖いからね。これ多分これを外に出て。ほう。出れるのかね。これ進みが。これね、怖いね。このどう見ても座敷牢じゃん。怖いよ本当。判定。そっか、こういうのは判定とかがあるの？あったよ、ここにユーズがあった。ユーズする？せーの、ユーズせーの。できた。え、なんか、え、あ、身長とか関係ないの、はい、これすごい。あ、怖い。そう。なに。あ、やだ、怖い。人形がある、人形が。嘘やだ、びっくり。あ、ごめんね、人形が。あの、ランプ取っちゃった。私、ランプ落としちゃった。焦りすぎ。怖いのよ。本当怖いのよ。なんかいるんよ。あれ、なんかカメラがおかしくなっちゃった。嘘でしょ。ちょっと待ってね。落ち着こう。大丈夫大丈夫。落ち着こう。落ち着いてこう。なんかね、あの自撮りしかできなくなっちゃった。なんでだろう。本当に？なんでだろう。あ、もう一回自撮りで頑張ろうか。本当だね、今日調子悪いからね。こんな日にね、フォロワー来るなんてね、ちょっとあれだけど、忙しいからね。頭おかしいかもしれないね。そうだね。でも、しおんくんに会いたかったよ。これをじゃあ、うん、僕もだよ。人形の前で何してんのってやつだよね。あ、持ってくれた、ありがとう。ありがとう。行こうか。前に進もうか。ごめんね。ちょっと。あ、ユーズができる。嘘でしょ。ユーズしてどうすんの、これもう。嘘でしょ。外出るかもしれない。外に出れるんじゃない？ユーズしましょうか。せーので。ね、消えたの。消えただけだった。嘘でしょ。ユーズしたらお人形さんいなくなったの。嘘。だね、やだ。どうしたの？あ、でもあの人形を集めるとかそういう感じかな。やだ、そういうこと。あ、ねえ、なんかまた足音っぽい音してない？してない？もうずっとしてる。ずっとしてるんだ。あ、そういうこと。私がスピーカー外してるからわかんないだけね。
これちょっと、あ、なるほど、なんか出たね、出たね、出たね、なんだ、出たね、怖いね、怖いよ、恐ろしいね、恐ろしいよ、恐ろしい、ね、恐ろしいのにしおんくん先陣切っていけるなんてほんとすごいよ、やばいやばい、なんかもう聞こえる聞こえる、足音するね、後ろから聞こえる、ザザザザザザ聞こえるね、言ってる言ってる、怖い怖い怖いよ、嘘でしょ、怖いよ、ね、捕まえれば、ねね、うん、うん、そうだね、これ一人で捕まるのは無理だよ、うん、無理だよ、本当に無理だよ、もうそしたら落ちようね、あのゴホームしようね、うんうん、ゴーホームしようね、そうだね、外だね、うん、外だね、でもなんかどっかに、うんうん、でもやっぱ集めるのかな、まだあるの、家の中探してみようか、じゃあもう、そうだね、もう暗くて全然見えない ね、でもそれがあるから見えるようになったみたいな、そういう感じ、うん、むしろ一回捕まらなきゃいけなかったのかな、かもしれない、うん、だったらいいけど、玄関開いてるよ、あ、じゃあ入っていいんでしょうか、入ります、お邪魔します、めっちゃ歩いてるじゃん、もはやね、もはや私たちの足跡かもしれない、見つかった、見つかったよ、え、見つけたって言ってる、嘘嘘嘘、後ろから見つけたって言ってる、やだやだやだ、怖いよ、逃げろ、やだやだ、逃げる逃げる、逃げろ、どこに逃げたらいいの、もう私はしおんくんしか追っかけない、あ、でもここで一周だな、うん、あ、そうなんだ、見つけないで、見つけたいで、てるてる坊主でなんかある、ね、ないね、何もない、あ、何もないんだ、え、え、捕まった、あ、また捕まった、本当だ、本当だ、え、え、怖い怖い、なんて言ってる、自分で聞けて、見つけたって言った後に、うんうんうん、一緒に帰りましょうって言って、え、そうなんだ、じゃあちょっとまた言ってることは変わるんだね、うん、聞けよっていう、あ、でもでも、うん、でもなんとなくね、うんうんうん、流れが分かったね、分かったの、さすがだねしおんくん、とりあえず何回も捕まればいいの、ね、落としちゃった落としちゃった、なんか待ってか、とりあえずまあ捕まるとしたらここに捕まって戻されるだけだから、はあ、とりあえずで、どこにいてもどこにいるかは分かんないから、相手がね、はいはいはい、この足音、うん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 、とりあえずもう気にせず歩き回って何かギミックを探して、さすがホラワのクリアの仕方を知っている、朝になる何かを探す、あ、そう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 、そういうこと、うん、なんか融通できるやつをちょっと見つけてこう、わかった、融通をいっぱいしよう、わかった、とりあえず2階があったから2階にね行ってみようかね、そうだね、そうだね、1階はさっき一周したからね、うん、オッケー、うんうんうん、あ、もうここは空いてるからもう勝手に通れと、でさっきの2にはもうないと、はい、なるほどなるほど、じゃあ進んでいくよ、はーい、ゆっくりね、はーい、ゆっくりいくね、うん、なんかほんと頼もしいねしおんくん、すごいよ、ありがとう、もう一人で来たら私もう吐いてた、おえってこれは一人では来れないよ、来れないね、怖いよ、これは怖すぎる、うん、じゃあちょっとお邪魔して、お邪魔します、2階に、またしてもお邪魔します、2階こっちか、ちょっと 2階に行きましょう、はい、見つかりません。あ、え、あれ？早い、見つかった、早いね。もう見つかっちゃったね。一緒に帰りましょうって。あ、じゃあ、あれか、なんか変わるまで同じことを言う感じなのかな。また階段登ってみよう。ここか、オッケーオッケー。なんか融通できるものが。あ、なんか来た。嘘嘘嘘嘘嘘。あ、足音がでかい、やばいやばい、あ、押し入れがあったよ、押し入れ入ろうか、入ろう入ろう、怖い怖い、ドキ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 だね、ドキ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 だね、でも融通できるものがないね、うん、全然ないね、なんか何もなかったね、うん、
宮野原さんの写真はあったよ。え、よくそんな見つける余裕あったね。嘘でしょ。あとほら宮野原さん天井とかよく見た方がいいって言ってたから、ちょっとちゃんと見た方がいいんじゃん。いや見ない方がいいか。見たらだってなんかいるんでしょ。見たら見たらいるんでしょ。やだやだよ。やだよね。やだよ。静かになった？ギシギシ。いやギシギシ足音がする。マジ、うん、ちゃんとスピーカー聞くわ。あ本当だ。行ったかな。行ったっぽい。なんか足音だけじゃねわかんないんだよね。そうなんよね。ちょっと光ってるかもしれない。だよね、光ってるよね。なんかさっきもその話してるよね、うん、ちょっと外の方光ってるとか言ってたもんね。うんうんうん、あ、光ってる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 、止まってる。あ、また来たまた来たまた来た、こっち来た。カメラ警戒。なになに、私の、あ、いる？これいる感じ？いないと思う。光ないよ。カメラで今見てるけど。これはいない光？あ、いない光だね。いなくない？いないね。いないね。行ってみよう。何もユーズできん。何もユーズないね。ないない。降りようじゃあ。降りよう降りよう。ここは降りるしかない。で一回こっちに来て、ね、またお尻入ろう。一旦入ろう。そっかそっか。なんかちょっと手慣れてきたね我々。手慣れてきたね。いいねいいね。大丈夫だね。ね、いいね、うん、いいね。すごい安心感出てきた。力を合わせてね。力を合わせれば。うん。行ったかな。いいの？大丈夫？うん、今いないと思う。今いない。いないと思う。あ。ダメだった。うそー。ダメだった。え、私だけ残されてる。そらさんの声は聞こえるんだ、ね。え、でもね、光がない、あのランプがないから何もわからんよ。じゃあ急いでそこ行こうか。押し入れに入れる？押し入れに、あ、入れる入れる。あ、でも一番最初の押し、これ押し入れじゃないな。ちょっとね、今私どこにいるかわかんないわこれ。ちょっとユーズできるものがないか探してみる。今2回来ちゃったわ。もうね真っ暗で、そうもうね真っ暗で、私今どこを歩いてるか全然わからない。なんていうか、むしろもう見つけてほしいぐらい。うん、そうだね。なんかもうちょっと大胆になんか融通できるものがないか探してみるよ。あ、なんだ、なんかあったぞ。あった。あ、嘘。懐中電灯があった。最高やん。さすが。え？でも逆に怖いんだけど、何これ。え？どういうこと？どうするどうする。ん？え、これクリアできるのかな？いや、なんかできない気がしてきてるね。朝を待つってもそんなに朝になりそうな雰囲気は全くしないよね。本当それよね。足音めっちゃするし、うん、足音する。で、私今多分1階のどっかのお尻に入ったんだけど、そこでなんか あれ？ユーズできる。じゃあ行ってみようか。そっち行ってみようか。そう。お尻にいるなら。うん、そうだね。お尻にはいます。お尻にはいるんだけど、はい、なんか謎に布団があって。あ、はいはいはい、来たよ。来た来た。ありがとうありがとう。なんかね、ほらこういう懐中電灯を見つけたの。なんだけど上照らしてもあんまり明るくないけど、ね、下はね結構光る。あっという間に捕まっちゃったな。ね、でも全然わかんなかった。なんだろう、うん、今まで2人一緒だったのにさ、ちょっとしか離れてないのに、うん、ね、片方だけになっちゃった ね急に。うん。で光がある？光はなさ、あ、でもなんか右に行ったら捕まったんだよな、うんうんうん、あ、ごめん、取っちゃった、ごめん、取っちゃった。あ、オッケー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 。ちょっと
あれだよね、懐中電灯とか持つとさ、もうカメラ切り替えるの本当至難の技。もう無理だ。え？あれ？あ、飛ばされた。うん。なんかね、足元に白いなんかお布団みたいなのがくっついてきて、それで飛ばされたわ。そして真っ暗すぎる。今1階？これはお布団か。今1階の。あ、そう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 。いた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 。合流合流。合流したのはいいけどさ、これなら大丈夫だね。何したらいいんだろうね。うん、今私出たっけ？ね、あ、出てないか。目の前で見てただけだ、この隙間から。多分この隙間から見てたからバレたのかもね。そういうことなんだね、きっと。うん、かもしれない。それもダメなんだ。覗いてて。いやなんだろうね、何をしたらクリアできるんだろうね。どうしたら朝が来るんだろうね。教えてほしい ね。朝が来ないと終われませんよ。うん、終われませんね。行きますか。ちょっと右に行ってみ、うん、見ようか。うんうんうん。うん、確かに外にね何かあるかもしれない、うん、そしてそっちのなんかランプの方が明るいね。確かに。交換する？うん、大丈夫、一緒だから。シアン君と一緒だから。ちょっと余裕が出てきた ね。さっきの女の子の人形を融通したじゃん。うん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 。あれで鳥のところなんか変わってたりしないかな。ああ、なるほど。行ってみよう行ってみよう。あ、なんか電気ついてるよ。ほんとだほんとだ、すごいじゃん。え、ユーズできるよ。やる？あ、せーの。やろうか、せーの。あ、ありがとうって言った。あ、終わった終わった。嘘嘘、朝になった。え、すごいすごい、シオンくんすごいじゃん。やった天才。やったー。すごい、よくわかったね。すごいすごい、すごいじゃん。すごい、さすがホラー慣れしてる。え、すごい、そういう、そういうこと。よかった、なんかほんとしおんくんのおかげで、あの、吐かないで済んだよ。吐かなかったね。うん、吐かなかった。なんとか持ちこたえた。弱そうな感じでもなく大丈夫だったね。落ち着いてた。うん、だからもう動画的には公開するまでもないみたいになってるけど。本当なんか撮れ高あるのか怪しいぐらいのね。怪しいね。怪しいよねこれね。まあ私とはね Vlog だから何でも公開するんだけども、うん、なんかさあれ、うん、今さなんかランプがさこの状態でもう、うん、もはや火事一歩手前ですよねこれ。人形大丈夫これ。火事になるね、これは火事になっちゃうね。これは火事になっちゃうね。うん、いやでもよかった。でも終わって見た目はねいい景色だよ、アーチとか、うんうんうん、そうだね。そう、相変わらず素敵なワールドですね。反転がもうできないけど、そうだね。うん、綺麗です、綺麗です。なんで、ね、なんでそうなっちゃったの。今日はねいろいろと調子が悪い。私もソーシャル欄が真っ白だし、うん、あ、すごい ね、 ね、無事にクリアできてよかったね。そう、本当できてよかった。じゃあ今日はこの辺でおしまいにしましょうか。ね、そうだね、うん。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。あれね、ここってさ、絵が飾ってあったとこ？うん、あ、飾ってた。だよね。宮野原さんの絵があったけども、真っ暗になってて逆に怖くない？ね、宮野原さんどこ行ったのこれ？なんでどこ行っちゃった？次のワールドに行ったのかな？次のワールドに行った。次のワールドに行っちゃった。みんながその宮野原さんの絵を見てキャーって言わせるためにミッキーか。